命に関わるミスです。台風19号で浜松市が配信したポルトガル語の防災メールで翻訳を誤り、川の周辺へ避難するよう呼びかけていたことが分かりました。ミスがあったのは浜松市が配信している防災ホットメールです。台風が最接近した今月12日の夕方、高塚川周辺に避難勧告が出ましたという情報が自動翻訳でポルトガル語に翻訳された際、高塚川周辺へ避難するよう勧告が出ましたという内容になり、市はミスに気づかず2回配信しました。台風の雨で川の水位が上がっているところへ誘導した格好です。混乱や問い合わせはありませんでしたが、浜松市は国際交流協会の指摘でミスに気づきました。浜松市は土曜の夕方でポルトガル語に詳しい職員がおらず、自動翻訳を信用して配信した。再発防止策を検討するとしています。